はい、こんにちは、あげチャンネルです。今回もですね、こちら、アシェットの、週刊黒金の城マジンガー Z を作る、こちらの32号ですね、こちらの組み立てやっていこうと思います。はい、というわけで、今回はね、左手の組み立てっていう形になりますんで、よろしければ最後までご覧ください。というわけでやっていきましょう。はい、それでは作業をやっていきましょう。今回入ってる部品はこんな感じ。左手の手のこうかな、ここの部分と、あと細々としたパーツが入っております。なので早速組んでいきましょう。ちなみにこれは多分ホバーパイルダーのキャノピーのパーツですね、になってます。はい、やっていきましょう。といっても今回でね完成するわけではないので、まずこの手のパーツ、手のひらのパーツと、あとこの、固定部品か、固定部品を出してきて、よいしょ、この手のひらの内側の、ここの2つの突起、ここの突起にこれを一応合わせてあげてセット。この固定部品の裏側のね、この受けを、一応合わせてあげてセットして、裏からビス止め。これちょっとね、どういう構造になってるのかよくわかんないんですよね。このどういう構造というか、この先どういう構造になっていくのかがちょっとわかんないんですよね。よいしょ、こういう感じになります。今回の作業ね、ちょっとここまでなんですよ。で、まあおそらくこの先ね、この先ここにこのカップをセットして、ここに固定してみたいな形になっていくんだとは思うんですけど、こうかな、はい、違うか、こうか、こう固定してっていう形になっていくんだとは思うんですけど、ちょっとね、こっから先がどういう風になっていくのか分かんない。指が稼働するかどうかもね、どこにも書いてないんですよ。なんでそれがどうなのかもちょっと分かんないので、またそれは今後、ご紹介していこうと思います。はい、で、今回の作業はこれで終わりで、次の33号、次の33号では左手の組み立て2と、ホバーパイルダーの組み立てっていうことで、今回のこの部品の先っぽに指がつくんですけど、この指もどういう構造になるのかがちょっとね、この写真だと分かんないので、まあまた来週細かく説明していこうと思います。はい、というわけで、今回の作業はこれで終わりになります。まだ次週もやっていきますので、続きが見たいと思っていただける方はですね、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。